はい、続いてご紹介していただくのがスマイリーのこちらのバッグになっております、はい、立体感があってとっても素敵ですね。そうなんです。こちらねコーデュロイの生地とボアがこう対になっているような感じになってまして、ポケットの部分反転させてます、はい、でそのポケットの部分にニコちゃんの刺繍を施してます。可愛いですね、はい、お色は4色で展開してまして、意外とこの色物が人気なんですよね。ちょっと差し色っぽい感じのものが意外と人気なんですね。はい、かわいい。確かにかわいい。なんか洋服に合わせてカジュアルに普段使いするならこのアイテムは人気そうな感じはしますね、うんうん、そうなんですよね。使い勝手がかなりいいので、うん、ちょっと台形型になってて、はい、結構口が広くなってるので、ね、こういう中身出し入れしやすそうですね、はい、ちょっと中もあったか素材になってるので、うん、冬はいいですよね。はい、ちょっとシーズンも出せて、シングルポケットになっててオープンになってたんですね。そうですね。こちらの方も、まあ、スマートフォンとかを普通に横で入るような形で、あとはポケットとしては表のこのニコちゃんのところもしっかり入るよ、はい、ポケットになっているので、結構スマホもしっかり入るのでありがたいですね。パスケース入れていただいて出し入れしやすいですよね。でこの船型はもうお尻がしっかりしているので、はい、ちょっとポーチとかもね入れていただいて、意外と必要最低限は入っちゃいます。そうですよね、うん、結構容量が見た目よりもしっかり入っていくので、はい、日常使いしやすいですし、お買い物行く時とか、うん、そういった時にエコバッグとかその大きいところに絞伸ばせていただければ、はい、お買い物とかにも出かけやすいですし、でお出かけにもいいですよね。そうなんですよ。何気ないこの刺繍が可愛い、ちょっとこう埋もれた感じになってるのが可愛いので、お色が4色、はい、お色4色になってます。この今映っているのが、はい、こちらがライトベージュ、ライトベージュになっております、はい、でこちらパープルっぽいところ、はい、まさしくパープルでございます、はい、この配色がとっても可愛らしいです、うん、でこれが、はい、この子がグレーの表記になります。グレー、はい、ちょっとスタイリッシュな感じ、ね、そうですね、ちょっとモノトーン風にしてますね。でこちらがグリーンのお色で、グレーですね、はい、ちょっとミントグリーンとの配色になっていて、まあ、ハンドルで色を締めているような形なので、本当に意外と洋服に合いやすい。そうですね、はい、あとこのスマイリーのマークが結構割と馴染んで、うんうんうん、とても自然なので、はい、おしゃれに使えそうな感じがしますね、うん、おすすめでございます。お値段おいくらぐらいですか。はい、こちらの方が4990円税抜きとなっております。4990円税抜きとなっております。ぜひご検討ください。こちらも8月上旬ですかね、はい、でございます。はい、4色展開となっておりますので、はい、人気のカラー早めにぜひ確保していただけると嬉しいなと思いますので、はい、チェックしてみてください。